これは、国立天文台が、国際協力で、建設計画を進めております、TMT という、直径30メートルの、望遠鏡の、完成予想図です。これはハワイのですね、ハワイ島にある、マウナケア山の山頂約4200メートルのですね、スワル望遠鏡の、隣接地に今建設を進めているものです。それで、この望遠鏡はですね、直径30メートルの、ミラーを使いますけれども、こちらにありますように、30メートルを1枚のミラーで作るというのは非常に、困難になります。そこで、ここにあるようにですね、対角長、1.44 メートルのミラーをですね、492枚並べて、こういうふうな、構成にするものです。これは、TMT 30メートル望遠鏡に使う、セグメントミラー、日本語で言いますと分割鏡のうちの、1枚です。これは、特殊なですね、熱膨張率がほぼゼロの、光学ガラスを用いまして、それを、非球面加工をしたものです。で、このミラーをですね、492枚、並べますけれども、このそれぞれの、1枚のミラーについてですね、裏面に見えますような、非常に複雑なですね、保持機構がついております。これで、ミラーをですね、光軸方向を含めて、ナノメーターオーダーでですね、制御をすることで、492枚がですね、理想的な、回転双極面になるような、補正をして、綺麗な星の像を写すというふうな機能を持たせているものです。この望遠鏡が完成しますと、今アメリカの NASA が打ち上げているハッブル望遠鏡というのが宇宙にありますけれども、それの大体10倍ぐらいの解像度が得られるということが期待されています。